皆さんこんにちは、キスケです。今回は復活ククールを使っていこうかなと思います。はい。でグレイナルがナーフされたのでちょっとグレイナル抜いてますまあ入れてもいいかなとは思うんですけど、今回まあ注目したのがやっぱりこれ復活の杖。7コスト33で味方リーダーが攻撃した時、対戦中に死亡したランダムな味方ユニット1体を復活させると、それプラス数珠復活のバリューがえげつないぐらいになるということで、まあ、今回はこの2枚2枚を採用してこれを起点にちょっと動いていこうかなと思います。で中途半端なユニット復活しても困るので、3コスト以上のユニットしか入れてません。フォズからですね。なので天使の眼差しから確定でフォズかラプソーンを引っ張ってくることができるということで、まあ、なかなか安定はしてるんじゃないかなと思います。でパワースナイプ、エロス、ミラクルソード、ニードルラッシュ、この辺の除去でとりあえず抑えて準備して復活してロングゲームに持っていくということですね。はい。まあ戦いやすいんじゃないですか。で不思議なタンバリンも入れてるんでだいぶねバーストのダメージも出せるということで、結構、まあ、楽しいデッキになってるんじゃないかなと。やっぱりナーフ前だとレックストルネコとかにもう一気にね引かれちゃうんで、復活の杖、まあ、使えないなとは思ってたんですけど、ナーフされたことでレックストルネコがどっか行っちゃったんで、まあ復活の杖ちょっと使ってみようかなということですよね。はい。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんでよろしければフォローもお願いいたします。それではラグマッチやっていきましょう。さあ対戦やっていきましょう。先行引いてお相手アリーナですね。ウィングタイガーキープで、はい、ジューズ。さあアリーナはどういう形なのかな。先行劣化圏でリーサル取られるみたいなことはないと思うんやけどね。ナフされちゃったもんな。5コストから7コスト結構でかいと思う。さあザオラル、はい、あら、はい、ロト、エンド、私のターンで、さあプオーン、何をサーチしてくんのかな、それがちょっと知りたい教えてくんねえかな。はい、天使の眼差しいいっすね。いやまあ次でいっか。じゃあ数珠で、はい、見せてやれ。次まあ天使の眼差しから3コストのユニットを展開するかウィングタイガーでみたいな。11のスライムを2体出す。へえ、なんだ、味わしてあげる。戦うフェイス。さてこれはウィングタイガーでプオーンかな。おお、ミラクルソードナイス。ミラクルソード、はい、よいしょ。さあ戦うスライムアリーナとかもしかして。はい、エンド、わりかしいいぞ。やっぱエイトプサロとかアグロがすごい流行ってるらしいんですよね。うん。さあ4ターン目、シーゴーレム、まあ、これはウィングタイガーで無力化しましょう。俺のターンだ。もうこっちはねじっくりやっていくだけなんでね。はいはい、エンド、いやーこのねアグロかエイトピサロの環境でラーミアっちゅうことはないとは思うけど、スライム出てきたからわからないですよね。これスライムアリーナやったらラーミア入ってるし、あまりじっくりやりすぎてもっていうのはあるかもしれない。はい、
はい、さあどうするかな。ニードルラッシュ2枚目。なるほど、これちょっと珍しいですね。あまり戦ったことがないキャラクターではある。はいはい、ラプソン、はい、エンド。さあ攻撃力プラス2やもんな。強いよな普通に普通に強いよな、普通に強いぞこれ。クイーンモーモー入ってるってことはアグロタイプだと信じて動いていきたいですけど、もしかしたらほんまに純粋にラーミアアリーナかもしれないからな。先行劣化圏ではないと思う、わからんけどね。ガチガチの先行劣化圏で OTK を狙ってくるタイプなら、まあ、7コストでもなんとか上手い人は使ってくると思うんで、それはそれで怖い。復活の杖次装備できるけど誰も死んでないっていう、このなんとも言えない感じ。さあ6ターン目どうする。6ターン目にしてはあまり減ってない。おファイト一発、こいつを飲むと調子がいいんだ。どうする。さあ王女救出、拳で対決。処理してくるんや。はい、 OK。 じゃあニードルラッシュでいきましょう。はい、行こうか。ポーズいいね。じゃあニードルラッシュ、さあラプソーン復活。これは復活にカウントされないんでね。ザオラル、はい、おーラプソーン復活。まあ回復しとってもいいかもしれないですね。回復してテンションもったいないんでテンション上げよう。はい、エンドレモンラプソーン出てきたらね、 BGM これじゃなくて米津玄師のレモン流してほしいですよね苦いレモンの匂いっつって。うわーそれはだるすぎそりゃめんどくせえ。ただここでユニットが出てこないならこっちは復活の杖でどんどんアドバンテージ稼いでいきましょう。はい、エンドかな。お出た、今のいい演出ですよねこれすげえいい演出。はい、復活の杖行きましょう。そろそろ覚悟を決めるんだな。おおかっけえ、なんだそれ。はい、エンド、いいですね56ウィングタイガー。しかもここに出てくれてるんで、まあ、炎の戦士も特に効かないという感じかな。復活の杖めちゃめちゃ重いんですよね。7コストでめっちゃ重いんやけど、だいぶ3回触れて3回復活できればだいぶ強いんで。さあ王女の愛を手に入れて、まあ、先行劣化剣型ならちょっとめんどくさい。幽霊、幽霊はもちろんニードルラッシュで処理します。さすがにめんどくさい。ストレートパンチ、特技使うってことはないんかな。リーサル行こうか、行こうか。ミラクルソード、そしたらこっちもまず王女の王女救出で処理してから、はい、ニードルラッシュ終わりだ。はいさあフェイス
フェイス、はい、テンションアップ、いいですよ、悪くないぞ。でフォズかな、フォズ出してテンション回そう。はい、エンド。よろしくお願いします。はい、癒しの波動、癒しの波動、さあ何になるかな、テンションスキル、これはこれで楽しみ。転職をご希望ですか。転職させてください。あ、ピサロナイト、まあ悪くないけど、アリーナに対したらね前列に出ちゃうんでどうかなとは思うけどね。さあどうする、9ターン目、王女の愛、先行劣化圏飛んでくるのかな、7コスだぞ、あ飛んでこない、オッケー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 、何かを探していく。プオーンでサーチしてきたカードが何かわからんのにな、クイーンモンモンかな、それともキングレオとか入ってるならそれもちょっと。オッケー、対戦ありがとうございました。パワーが違うんだよな。さあ対戦やっていきましょう。ククールミラーか、ククールミラーか、めんどくせえな。やりたくねー、ククールミラーはやりたくない。ただ色が違うということで、相手はダーククールですね、ダーククール。はい、エンド。さあ何ククールかな、多分復活軸じゃないと戦えないと思うんですけどね。おエイト、プレミア、羨ましい。俺のターンだ。エイトか。はい。はい。さあロト。さあ行こう。闇に染まった僧侶とか、ほんま最悪ちゃうのこれ。俺のターンだ。テンションスキルは回さない。うん。はい。エンド。見せてやる。エイトククールってどうやって戦うんやろ、すごい興味がある。すげえ興味があるな。はい、癒しの波動、癒しの波動、小さな相棒、テンションアップ、俺のターン、エンドと。 OK、ここでねオードラキーとか出てきたらほんま具合悪かったけど、まあまあいいんじゃないですかこれやったら。はい、さあどうするかな。またククール、ウィングタイガーみたいなね、もうすごいコストを踏み倒しカードがあるから戦えてるっていうのはあるだけで、それこいつなかったら厳しいですよねやっぱり。おエンド、まあ動かないならこっちはもう確実に準備を進めていきますよほんま。徹底的に。はい、ちょっとちっちゃなった画面。画面ちっちゃなって思った。はいはい、エンド。さあどうするかな。もうこれで復活したらプラス2プラス2ですからね。どうする。お癒しの風、なるほど。さあテンションスキルどんどん回していきますね。面白い、面白いが、そんなまったりやっててええんかなっていう気がするけどな。いやどうやって戦うんやろこれ、どうやって戦うのこれ。さあテンションアップ。エンドと。オッケー、行こうか。さあベリアル、じゃあオルゴデミーラ、はいはいはい、エンド。はい、さあどんどんきつくなってくるぞ。ザオラルも引いてますからね、数珠かける2のザオラル引いてる。復活の杖が欲しい気もするけど、ミラクルソード、はい。さあマットオックス、マットマックス、はい。
いやーけどね、結構相手コツコツとテンションスキルをねガンガン回してヒーローカードレベル上がってますからね。癒しの波動を、これでマットマックスが4点出るのかな。はい、行こうか。おお、復活の杖引いていく。マジ使おう。はい、そろそろ覚悟を決めるんだな。そろそろ覚悟を決めるんだな。はい、さあ復活67、やばすぎ。フェイスでいっか。はい、詰めよう。俺のターンだ。さあ 7コスト。グレイナル上から食えるって。おいお前、それはねえべ。神はねえだろ。マジうざすぎるんだがこいつ。楽勝だなじゃねえよ。俺んだろそれ。ニードルラッシュ。うわそっちか。まあしゃあねえ。泥棒がよ。泥棒がよ。ふざけんじゃねえぞ。はい、まあニードルラッシュは使わないです。使いません。はい、癒しの波動。はい、エンド。いやー俺の復活の杖が、けど相手復活して嬉しいユニットあんま出てないですよね。マットオックス、ベビーパンサー、カミュー。なんで7コスト払って復活させたいかなとは思うんですよね。微妙なところじゃないですか。チャモロ、うわプレミア、いいな、羨ましい、すごい羨ましい。とくとご覧に入れましょう。神欲しい。はい、さあ結婚できるぞ相手。ともしび行こうか。頑張りましょう。エロス、そっちになっちゃったか。グレードダウンですね。グレードダウンしちゃったな。はい、はい、どうしようかな。パンチ、はい、終わりだ。オッケー、はい、パンチ。はい、パンチ。はい、さあレベル3。さすがに結婚する暇はないとは思うけど、どう、まあ、これレベル2プラスタンバリンというコンボもあるんで、まあ8点は出るね。いや違う、10点は出る。時間も少なくなってきたし、エンド。俺のターンだ。10点出れば十分じゃない。さあ9コスト。結構ねなんかいやらしい動きしてくるんですよね。おシルビア、なるほど。旅芸人シルビアのショー、とくとご覧あれ、ご覧あれ。これが私のジャスティス。はい、あータンバリン。そうだよ。ん？テンションスキルいいのかな。はいはいはい、これで3点回復するだけなら、あ違うか、テンションスキル回してテンションアップするならもっと回復すんな。いやめんどくせえなこれは、ちょっとめんどくさい。テンションアップするでしょう。でまた回復。いや16点は届かんわ。オルゴデミーラータンバリン足らない。はい、ザオラルなら足りるんじゃないですか。はい、ザオラル、オッケー。おい、タンバリンは俺もあるんだよ。オッケー、パンチパンチパンチ。対戦ありがとうございました。いや強いんじゃないか。オッケー、
はいはいはい、どうオッケー。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は復活ククール使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあグレイナルいないんですが、結構ねちゃんと動いてくれると。まあ最近のククールではね、グレイナルがやっぱり先陣切って戦ってたんですけど、まあ、ナーフされちゃったと。悲しいですよね。なんか悲しくなってくるわ。悲しいんですけど、まあ復活の杖とかで、中堅のユニットたちがね、数珠のおかげでだいぶ強い状態で復活してくれるということで、だいぶ戦いやすいのかなとは思ってます。はい、いやー楽しいですよということで、よろしければこちらフリーマッチランクマッチで使ってみてください。よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを。バイバイ。